路線バスを使って。いらっしゃいませ。ここで乗れるんですよ。ファイティングポーズ。コメントが見えないね、これだと。ちょっと待ってください。あの今他の人がいろいろ喋ってる中で隅っこでやってます。ああ、なんかメガネの映り照り返しがすごいな、こりゃ。あの今テーブルで周り盛り上がっております。それを完全にあの そこでは独立して今この配信勝手に始めました。チラッとチラッと見せるだけだった。見えたかな。見えました。ここは個室ではなくてあのユースホステルみたいな相部屋形式なんで。とりあえずとりあえずあのさっきあそうだオートフォーカスしないとオートフォーカス。にぎわっております。ここはですね本当にいかにもユースとかユースとライダーハウスの間みたいな感じですね。やっとどういう方々があのバイクで来た人が泊まってます。トップバリューペンションペンションペンションライダーハウスですね。ライダーハウスライダーのチャリダーハウスですね。ああライダーチャリダーチャリダーもあるんですか。それあの今の私の立場をかなり意識して言われてますね。とりあえずさっきこれあのいただいたのであいただいたあの買いましたとか不意に苦手かも苦手な人もいますね。そうそうとりあえずじゃあ乾杯で あの同時に乾杯乾杯。今何人かな。アクティブ30だけど来場者数は209人。209人見てるの。ええ、あのまあ瞬間で閉じた人もいるかもしれないですけど。俺後ろってこれピスピスしちゃっても大丈夫。ええ、あのいくらでもやっていただいて。大丈夫。けど酔っ払いですか。とりあえず。目だけでも隠したらいいですか。とりあえず乾杯。乾杯。私は基本的にほぼ飲めないんですけど、この時だけ。生放送中ですか。ええ、あそうだ。あのこれでこっちを見た読み上げた方が皆さんに見えるかな。ちょっと待ってください。ある程度皆さん見てる人も慣れてるので大丈夫です。ちょっと待ってください。ログインしてこうでコメントしとく。よし来た。設備とてもよろしいですよ。あれ持ってはいるんですけど。ライダーハウスといってもあの普通の宿のレベルなのでこんなんです。これが今あの見てる人たちのコメントです。この声は何。これはあの皆さんがうちからうちこあの入力したコメントをこれが読み上げてるんですよ。見てる人 の色っぽい声じゃないです、ね、そう見てる人の声じゃないです。アナウンサーみたいな声だな。これは完全に人工の声なんですけどね。宿の皆さんのコメント見てもらってますからあんたたち失礼なこと言わないようにって言っても皆さん映ってないからね今のところ。そうでした。あ皆さんこんばんは。で私のここにマイクがあるんでこれに向かって喋るとあの反応しますよ。へえすげえ。だから皆さんどっから見てますかとか言うとみんないろいろ書いてくるので。ん何ですか何ですか。いや怖いな。それでは文字列での会話なんで文字列での会話なんで我々の声は次回生で言ってます。向こうはコメントです。そうです。じゃあちょっと聞いてみましょう。どっからどこから見てますか。マイクをいじっていただいてますけど今あの聞こえ私の声が聞こえないですけど何で聞こえてればいいますか。大阪で出てきて大阪って早いね。早い早い。長崎京都東京静岡山形埼玉岡山東京声声声盛り上がりすぎ盛り上がりすぎ。いやこれ初心者には強烈だもんね。強烈だな。この反応の速さがすごいよね。何、ええ、これ今の携帯通信使うとこのぐらいの、うん、2月にあったそのイベントでも俺が乾杯だから、ね、すぐ乾杯帰ってきてうわーと思って何これ ありがとうございます。そうそうみんな呼ぼうよじゃん呼ぼうよみんな伊豆に集合しようよこれから270人です。声だ
ヤングランジュニアを見てるのぐらいは知ってます。何で検索すれば出ます？サイバーサイクリストで検索すれば怖い。みんなでここでなんかスマホだけ見てる。すいません、完全放置で。ちょっと、ま、皆さんに周りの皆さんに見てもらうのを優先してしまったんで。で、この早口で喋ってんのコメントが今集中してるからです。伊豆にじゃ集合をかける。伊豆に集合、皆さん伊豆に集合。どういうことですかそれ。エロくないんだけど、エロいとか書いてあるよ。エロいはですね、単にそういうのを毎回書きたい人がいるんですよ。T シャツが可愛いっていうの。T シャツが可愛い、これですね、バンビ T シャツ。顔見せろっていうの。顔見せろ。近いな。とかいうネタはいつもやってるんですよね。集合 OK。 OK。 ここはフォーマの電波来てないんですけど。フォーマの電波来てないんですけど、今無線、Wi-Fi 使わせていただいてます。これ ADSL が今来てます。近い近い、すいません。お、ちょっと落ち着いた。うん、フォーマがですね、もうちょい手前まで来てるんですけどね、もうちょいですよね。ガスタイズ。私は明日、ジャイシ峠っていう、ヘビーシ峠ってとこ行こうとしてるんですけどね。で、こういうなんか夜、こうやって落ち着いてやり取りしたりすると、結構盛り上がるんですよ。でも今日一番盛り上がったのは足湯に入っているときにその辺に置いておいた靴下がザバーっていったところですね。風が吹いてあの時ものすごいスピードでコメントが流れて、これ何人か みんな別に見てるんだ。そうです。金川さん、ご飯美味しかったですかって聞いてます。あ、本当ですか。いや、聞いてます。美味しかったです。今のなんか誘導されたのかと思って。ご飯本当美味しかったんですよ。どのぐらい美味しかったかっていうと、ちょっと待ってくださいね。いや、それはいろんな人たちがいろんな放送を見ながら、そのうちの一つが自分の放送なんですよ。いろいろ見てるってこと。今同時に1万番組ぐらいやってるんじゃないですかね。1万人やってないか、数千人やってますね。2つ同時に見れたりする。うん、2つは同時に見られます。あまりたくさんやると。お風呂、はい、どうぞ。あれ、夕食どこ行った。夕食写真。あれ、ダメですか。サイバーサイクリスト、カタカナで。はい。サイバーサイクリスト。それかなんだろうな。あと何かあるかな。皆さん暇ですねって言われてます。あ、あった夕食。あれ刺激するやつ。これ炎上するぞ。炎上、炎上。すみ、暇ですねって言ったのはオーナーさんですよ。オーナーさんが今暇ですねって言いましたよ、皆さんの声を。どうすか。あれ見て反応してる、反応してる。暇ですよって。この放送を見て初めてこういう放送のやり方を見て驚く人を見るのが新鮮だよな、私は。僕今仕事中ですから。仕事中。あ、こっちに言わないとちょっと聞こえないんですけどね。暇じゃなくてツーリング全くですよね。で、オーナーさんもツーリングが好きな人で、いつも伊豆 の, 西の方をいつも走ってるそうです。東になんか行かないという。ペースだと思いますが。ですか。ツーリングじゃ行かないペースだ。ペースペース。ああ、ローリングらしいです。違うか。そう、なんかスピードのこと言うとやばいかもしれない。スピードのこと言うと、あ、オーナーさん何乗ってるんですかって言ってますね。映したいけど、ゲイドラです。怖くてずっとここに顔映せない。あれらしいです。私デートナーって言うとセガのゲームしか知らないんだよな。これこれ。そうそう、あと最後に外の桜を見せなきゃいけないから。あの辺り電波大丈夫ですよね、 Wi-Fi だから。よいしょ。デイトナー USA 行っちゃいますね。そう、デイトナー USA ってゲームしか知らなくて。この反応の速さが。そうそう、まあ数秒の遅れで皆さん見てますからね。そんな時間で俺キーボード打てない。まあこれ、ええ、いや一人でこれみんな打ってるわけじゃなくて、見てる人だから今90人ぐらいが打ち込んでます。相当暗いですよ。そうか、声が一緒だから皆さん一人でやってるように見えるんだよな。でも確かにアカウント複数持てばできますよね。アカウント複数持てば一人でこれ全部別アカウントで書くこともできることはできる。
しかもプレミアムアカウント何十個分も契約して、そういう声だから、はい、え、ニコ玉ですよね。あと何かな、じゃあ自転車で検索したら、いや違う、これだとあれだ、 BB ロードで検索してください。番組タイトルに入ってるんで、それで検索できるはずです。うん、トヨタか大変か、お疲れ様です。すいません、もう今日は本当に何にも全然コメントの中見れてなくて、今そう iPhone で見てもらってる人いるんですよ。でも出ないらしい。ニコ生検索もなんかよくわかんないんですよね。そうそう、だからなんかうかつなこと言うとやばいですよ。本当になんかなんだろうな、反社会的なこと言ったり。なので私はその辺は大変気を使って喋ってるかな、うん、喋ってるんじゃないですかね。出ませんかね。でもこれあくまで自転車旅行を見せたいだけなんですよ。もう IT とか手段何でもいいんです。これが本当にリアルタイムで見せられる手段なので。西伊豆なんもない、西伊豆なんもないって言われてる、西伊豆なんもないって書かれた今。何もないのがいいところですよ。何もないのがいいんですよ。渋滞もないし。あ、そうそう、渋滞、それ重要ですよね、本当に。そう、私も走るとしたら西伊豆が好きなんで今日こっち来たんですよね。天城峠より西名峠の方が好きです。いや、そんな固有名詞言ったってわからんか、知らない人は。反社会的。西伊豆のいいところ教えてって言われてますね。どこかな。私は西名峠が景色好きなんですけどね。空気が。でも今日なんかすごかったですよ。空気きれいだっていうふうに今言われたんですけど、今日すごかったですよね。今まで花粉症発症してなかった私が鼻水でもう、今日はすごかったな。花粉症はダメだね。杉もいっぱい植わってますよね。そう、今日風結構すごかったですね。でも風早峠は前来たより時はひどくなかったな、風が。あ、そうそう、自転車無傷。今日何だったかな、修善寺からちょっと南に行ったとこの明徳院だったかな、あそこ草餅売ってるとこがあって、そこで自転車シャドル引っ掛けるタイプのスタンドが置いてあったんですけど、自転車の後ろの荷物が重すぎてこうなって、で風が吹いて落ちたところが、そこから段差に2メートルぐらい下にあった水路で、幸い自転車も荷物も無事だったんですけどね。お、あ、これなんかぽちゃん、そうです。いや、これは単にコメントが本当に途切れただけですね。え、今なんか面白い、ちょっと今一気に盛り上がりすぎたな。靴下乾きました。タイミング的に見せてくるか。オーナーさんが今桜を見せろっていうディレクションがあったんで、ちょっと待ってください。桜見よう。これをこうして皆さんの顔が映らないようにしといて、ご飯食べました。どっちがやってんだ一体。ここのは河津桜で、実は河津桜ことを遅くて今が満開なんだそうです。じゃあちょっと外に出ましょう。表に出る、出ませんかね。じゃあちょっと移してきます。はい、オーナー、はい、卒業中に、涼しい。あ、そうだ、ちょっと待ってください。表に出ろ。よいしょ。で、今日外にいてもですね、暖かいんですよ。私今このバンビの半袖 T シャツなんですけどね、ちょっと山に入ったこの辺りにいても暖かい。無線届いてますね、大丈夫ですね。ほら、これ朝ばっかしですよ。あ、今映ったかな。あんまり強調しない方がいいかな。どうすか、これどうすか。ここはですね、オーナーさんが2001年頃こっちに来て宿始めて、その時に苗のレベルで植えたやつが
11年ぐらいでこれなんだそうです。見えますよね。あ、ちょっと安定しな、大丈夫かな。もうちょっとこれ色がこうこうこう、こんなもんか。これでまあまあ色が見えてる感じかな。そう、ライトアップされてるんですよこれ。ほら、そこライトアップはいつまでなんだろう、わかんないです。でも桜が散るのは一瞬ですよ。これは1週間持つのかな。そう、オーナーさんが照らしてます。この周り本当に 家っていうか建物ここしかないんですよ。周辺は200メートルぐらい離れたところに大沢の温泉地があるんですけどね。でさっきその温泉地の露天風呂、本当に荒い、石鹸も何も置いてない純粋な露天風呂に行ってきました。500円のところこの宿でチケット買うと300円でございます。白い桜、そう、河津桜かなりピンク濃いんですよね。私が今日山桜じゃないかって言ってきたのは多分大半川桜だったんじゃないかな。河津桜、草餅もう食っちゃった。草餅、石鹸も何もないんです。50円で石鹸売ってましたけどね。そう、300円で露天風呂。ですね、イラストレイテッドな人たちが、背中には絵が描いてるおじいさんたちが 2,3 人いたんですけどね。私が入った瞬間の時には、まあ、特にスゾーラーとか言ったわけじゃないんで大丈夫ですけどね。そう、河津桜、川の字があっちの方ですね。川の字、山水の方の河津ですね。そうそうそう、そう、背中に絵が描いてる人たちがいました。中を写して人の顔は分からないぐらいだよな。うん、寒桜、寒桜とはまた違う種類ですかね。というわけで、ドラえもんの絵ってなんだっけ。そう、今中をちらっとで、さっきまでここでグループの人たちがあって見えねえ。よいしょ、ここでさっきまで別のグループの人がバーベキューやってました。我々は中で飯食ったんですけどね。ツイッターに、ああそうそう、写真まだ撮ってないんですよ。あとですね、星がさっきほど綺麗じゃないかな。さっきむちゃくちゃ星が綺麗だったんですよ。これ映したって見えるわけないな。明るさ最大にしてコントラストもこうぐーっと上げて、たまりが よろしいですよ。よっと、見えやしないな。年上、ああどうだろう。そもそもオーナーさんは私より年上なんだろうか年下なんだろうか、よくわかんないですね。40代って言ったらあのぐらいの感じに見えるよな多分。あとワンちゃんがいるんですけどね。ワンちゃんは真っ暗で見えねえ。車で来ても、あ、大丈夫ですよ、ここ。ほら、見えねえ。星が見たかったら。今日はですね、結構人入ってて、いつもこんな感じなのかな。来週の週末ももういっぱいらしいし。なんか、このように料理美味しいですね。ただ20人超えると、ちょっと料理は出せないんだそうです。あまりにも忙しくなりすぎるので。で、その時はもうみんなでバーベキューだそうです。私はバーベキューでもよかったな今日は。というわけで、まだあと10分ぐらいありますかね。最初に一気に盛り上がりすぎてよくわからないことになったな。あとこ、やっぱ暖かいせいだな、虫がもう出てきてる。見えわかるかな、虫がいるの。もうこんな暖かさなのか。いい放送、ありがとうございます。なんか素直にそう言われると、あ、見えました虫。増えてはいないですね。あ、でも横ばいじゃん。平均では、あ、まだやってます。あ、はい、あ、そうです。大体今40前後の人が一番、多分あと10年前は40前後って本当にいなかったんです。あ、そうなんだ。まだやってます。あと10分ぐらいですよね。
よいしょ。ちょっと忙しいのかなと思って。はい。あ、iPhone そうですね。まあ、後で充電します。たっぷり充電させてもらいます。いつも夜は。40代がその学生で乗った人も多いんで。分岐使ってやってますから。80年代後半に、バイクブームを経験した。500人。そのまま乗り続けて。あ、そうそう、そんぐらいいます。やっぱ80年代後半でバイクどうなの？バイクブームですよ。もう。そろそろコメント見ようかな、少しは。デコピッカリ、あ、もうやっぱりですね、温泉入ってきた後飯も食って、ディスクブレーキ飾ってる。あ、ディスクブレーキ、あれどれだ、これか、分かる人いますね。今春休みだから学生そこそこ、あれですね、普段 10代、20代前半とかって本当にないですもん。これみんな20、バンビティです、いつもの。ぐらいから45ぐらい。オナーさんの顔出し、多分大丈夫ですけど、あえて映すとあなた方がまたなんか失礼なこと言いそうだし。よいしょ。あ、そうですか。でもオナーさんだけうまく映すのが難しいな。よっと。どうする有名人。こう、こう、こう。いや。来るぞ。若いです。いた。こんにちは。こんにちは。イエーイじゃない。どういうのが。宣伝してって言ってますね。宣伝してて。おっさんじゃないじゃないかって。もうコメント早い早い。イエーイケメン来た。だってかっこいいだって。お前だって。高倉健かと思った。この反応するとやばいちゃうんですか。やばい。イケメンだって。みんな最高ですね。最高ですね。もう若いだね。これでも72ですよ。72なんだ。は？大工乗りっぽいじゃん。今なんて言った？やっちゃんだ。やっちゃん。逆方向に、逆方向に嘘ついたの。だって。若いだって。今72歳です。すごい。72歳。怖い72ですね。72はない。嘘。いや、嘘じゃないかもしれない。私人の年齢見ても分かんないからな。68に見えてる。もっと若く見えると。72年生まれ？72年。ああ。ちなみに私70年生まれですけど。おお。70年？はい。もう40超えてますから。あ、マジっすか？ね。じゃあこれから出るお客はいくつに見えるってやってみない？大丈夫なんですかそれは？自虐ネタですね。やばいか。50代とか。いややっぱやめよう。うん。年齢当てクイズとかやったら。盛り上がるんだろうけどな。本当に人を傷つけかねない。キャバクラかですよね。あ、なんか今映った。あ、そうなの。であれですか。無理超えてますからね。であれですか。いいよいいよ、やってみて。そうですか。じゃあ大丈夫な人から。いくつに見える。やって言ってみて。ちょうど超えたところ。51だ。どこ映ってる？この人。この人がいくつに見えるか。どうだどうだ。55、52、25、55。50か。皆さん匿名だから歯に切るは全く着せません。すごいすごい、めっちゃ来た。あ、いい線いってるから。46、45。もうちょっと若くしてるね。母ちゃんに怒られないって。もうやめよう、もうやめよう、はい、終わり。今のは結局平均どのぐらいだったのかな。最初の頃50っていうのが目立ってましたね。50代の確率、40代、30代。結婚してますか。確かされて、いや、その他に秘密だ。会長じゃないですか。コメントの、皆さんのコメントが思いっきりネタにして酒の魚にされてますね。兄弟卒ですからね。瀬古さんに似てる。あらまじゃん。そういうイメージなんだ。瀬古さん。監督の名前っていうのは多分FPS のノーベル賞取った人だろう。正解45です。でも確かに瀬古さんって話だとトレイルランやってる人ですよ、この人は。ここのノリは50代。あ、ちなみにこれ放送見てる人は3、40代が大半です。20代とかろくに見てないです。もう全然見てないです。この番組がそうなんですよ。だって自転車旅行を見る人はそうなんですよ。45です、はい、驚くほどこの番組年齢層高いですからね。結構みんな自転車系集まって
あの自転車で検索してきてくれる人が一番多いと思います。で私これ4年やってるからもうあの見てくれた人で知ってるっていう人が蓄積されて、皆さん ありがとう。サイクル野郎私この中にあのスキャンして入れてます。あのサイクル野郎のサイクル野郎あの中古であのオークションで買って全部バラしてスキャンして、それやっちゃうし、だから3万円分ぐらいのやつを全部バラして、なんか見てみたいな、サイクル野郎は30年ぶりぐらいにね。サイクル野郎って私リアルタイム世代じゃないですけどね。サイクル野郎何でしたっけ、少年あれキングチャンピオン、分かんない俺は単行本でしか見てないから。そうで、あのかそのオークションで買った単行本に小学生らしい名前が書いてあるんですよ、表紙裏に。そのオーナーさんの前のオーナーさんの。というわけで、あと3分ぐらいかな。してんのか、うん、自分でかい24歳。あ、20代います。ここでアンケートとか取りたいんですけど、このツールだとアンケート取るとハングするんですよね。すごいコメントがもう1152。あ、1000はかなり多いですね。やっぱり他の人があの周りにいるって状態だと盛り上がるみたいですね。これが趣味だ。いや、やり取りが趣味というよりはどちらかというと一方的にこれ見せたいんですよ、自転車旅行面白いっていうのを。あ、でも見てる人たちはさ、ええ、見ること自体も、まあ、趣味っていうか。そうですよね、だからその私の目論見乗る人はそんなに多いわけじゃないんですけどね。でもたまにあの始めましたっていうコメントもらうんで。どこから来てるの。あ、すごいですよ、神戸がお一人、愛知がお二人、埼玉とどこか北九州。あれ、州でも愛知からですよね今日は。あ、お住まいが北九州の方。お住まい北九州です。あ、すごいな。今日愛知から来た人の一人は愛知お住まいじゃなくて九州の人でしたね。高知、愛知、埼玉、そうそう。神戸の人はですね、今日昼頃にこっち来ようと思い立って来たとかなんとか、なんかそんな話でしたよ。埼玉下道だよ。昼過ぎに神戸出て。埼玉下道カブだよ。下道カブですか。埼玉の人カブで来てます。下道ね、下道で、まあ高速走ってるのも怖いですよ。北九州からバイクでですよね。何日目ですか。いや、仕事で愛知県で。あ、なるほど。お住まいはで仕事は愛知県で。株110です。株110。株110っていうのはぜひ乗ってみてください。わかります。株110。いや、これ生放送見ようと思って探してるんだけど、やっと視聴するらしいですか。株は一旦70キロ。そんな走るんですか。うん、そんな走るんですか。あと何分あるんだこれ。終わっちゃったか。いや、まだやってますけどね。そんなのあるの110。あれ。武器になってくるこれ。やっと。カブについて。した。でも iPhone もう電池切れそう。あ、それですね。やっとした。やっとなんか今検索されたみたいです。あと 1.5。了解です。やっと探せたよ。とりあえずもうちょっと飲むか。株10は100キロ出ますよ。株10は100キロ出るそうです。埼玉からこの宿までガソリン代600円。600円。私の電車代よりはるかに安いな。次役。いや、あのこれは一枠だけでやっといた方が、あんまりこのまま盛り上がり続けると私はなんか疲れるので、この一枠で終了されますよ。600円すごいな。いい酔っ払い役。あ、イベントありがとうございます。そうだ、今日のイベントも作ないかな。ゴリラニ人いますか。ゴリラニの人。あれ今ありました、そういうの。バイクのゴリラ。ゴリラ、ね、あ、バイクの方か。電源が落ちた。あ、電源切れた。あの皆さんに見てもらってたあの iPhone でのコメントビューアーが iPhone で電源落ちてしまいました。残念。世界に戻りますか。というわけで、あ、暑くなったな。なんか妙に暑かった。なんていうか、そのマリの人とのやり取りも考えると焦るな、かなり。あ、本当だ。ん、
あと何分ぐらいで出てますかね。すごい時間がある。21時なんか思い切り今鼻のアップになってるな。お疲れ様です。もうそろそろ終わるのかな。これだと時間が見えない。あ、もう時間的には終わってるんだ。あの30分一区切りなんですよ。で100円出して予約すると、100円出して予約をすると、あの延長ってやって6時間できるんですけど、あの課金でやると長くできるんですよ。ただ夜は今100円じゃなくて500円かな。なんで30分は無料。あ、無料です。そっから延長するとお金がかかる、ね、だから1日100円で6時間とか。あ、じゃあお疲れ様です。ありがとうございました。ロスタイプ長いな。ちゃんと映るのか、これウェブカメラで。長いですね。とりあえず終わるまでやっとくか。若干遅いな。そう、ラグは結構あるんですよね、映像は。コメントやりとり早いんですけど。